おい、部長になったからってあんまいい気になんなよな。翔吾がうっせえから仕方なく譲ったけど、俺は全然納得してねえからな。何よ、気持ち部長が偉そうに。みんなが納得してんだからいい加減諦めろってば。あいつらに見る目がねえだけだろ。お前のどこが俺より上だってんだよ。この俺よりお前の方が強いだ。引き捨てならねえぞ。この際だから教えといてやる。俺の将来の目標はレスキュー隊員になることだ。俺の父さんも超一流のレスキュー隊員だったからな。何度も知事とかに表彰されてんだぞ。すごすぎてちびったか。何それ、お父さんはすごくてもあんたがすごいわけじゃないじゃん。ちゃんちゃらおかしいっての。うるせえ、誰がチャラチャラしてるだ。ちゃんちゃらおかしいって言ってんの。少子千万、国旗千万、肩腹痛いって言ってんだよ。わっ次から次へと難しい悪口言いやがって。お前の母ちゃんって、母さんの悪口はよくねえな。とにかく父さんの血を引いたこの俺が強さや優しさでそんじょそこらのやつに負けるわけねえんだ。はっ、口だけなら何とでも言えるってば。本当に部長より上だって自信があるなら行動で証明してみせちゃってよ。言いやがったな、このクソチビッチョ。いいぜ、やってやるよ。俺がそいつより上だってのがはっきりしたら、そのデカ頭を地べたにすりつけさせてやっからな。血だけなら何とでも言えるぜ。よし、やってやる。後で吠え面かくなよ。お、来たな、部長かっこかり。どうだ、すげえだろ。ビビって言葉もねえみたいだな。アットマークの後、何これ、なんて読むの。英語読めないのかよ、ちびっちょ。レスキューマンに決まってんだろ。あなたのお悩み解決します。どんなトラブルでもオールオーケー。24時間ダイレクトメッセージ受付中。このゴシッパーってのみんな見てんだろ。だから俺もカメ子に教わってアカウント作ったんだよ。これで困ってるやつを募集して俺が華麗に問題を解決してやんよ。トラブルシャッターだぜ。お前らほんと何にも知らねえのな。トラブルシャッターってのはな、困ってるやつのとこに駆けつけて問題解決すんだよ。どうだ、勉強になったろ。どこから突っ込めばいいんよ。あんね、これ綴り間違ってる。レスキューマンでしょ。アットマーク RESCUEMAN だってば。え、マジで。あとな、トラブルシューターなよ。閉じてどうする。
トラブルシャッターってつぶやいた？取り消せないの。消せるけど、見してみ。うん。はあ、面白半分で非公式リゴシップされまくってるから無理。ともえこたろうアットマークレスクーマンの恥ずかしいなどともにネットにずっと残る。だけならアカウント消してすっとぼける手もあったけど、ご丁寧にともえこたろうって書いてあるかんね。涙拭けよ。まあメビウスは外と基本隔絶されてるから外の人には知られてないってば。外の人にはボランティアで人助けなんて気持ちびっちょにしては考えたじゃん。ま、お前ら人助けに関しては素人だもんな。おうおう、調子に乗っちゃって。で、もう誰か助けたの？おう、すでに俺様の助けを必要とするメッセージが来てんだよ。これなんだけどさ。あ？なんか意外と深刻そうな悩みが来てんじゃん。だろ？やっぱり時代はヒーローを。っていうか、小太郎様を求めてるんだよな。友達は大事にしねえとだしな。よし、バッチリ助けてやるから待ってろよ。依頼人のスライムってやつと連絡取れたぜ。これから行って会ってくるわ。なんならアシスタントとしてついてきてもいいぜ。あはん、さては一人で行くのが不安なんでしょう。イエーイ、気持ちびっちょ。だと？いちいち絡んできやがって、うぜんだよこのクソちびっちょ。部長かっこかり、こいつの飼い主だろ。なんとか言ってやってくれよ。お、いいこと言うじゃん。男のロマンってやつを分かってるな。都合のいい時ばっかり褒めちゃって。部長、あんま甘やかさない方がいいってば。不安だし、ついてくのに依存はないけどね。あんたがレスキューマン。ゴシッパーにメッセージ送ったスライムだけど。俺がそうだぜ。確か友達がおかしくなったとか言ってたよな。あ、うん、そうなんだ。バーチャドールのミュウはもちろん知ってるよね。
俺の友達ミュウにはまりすぎて変になっちゃってさ。もともと俺はミュウの追っかけやってて、友達ともミュウのライブで知り合ったんだ。それで仲良くなったんだけど、あいつ最近は学校サボってミュウのライブ行ったり追っかけしたりしてるみたいなんだよね。まあここじゃそんなやつゴロゴロしてるけどな。でもそのせいで彼女とも喧嘩してるみたいだし、ここ数日は学校へも全然来てないんだ。ワイヤーで連絡してみたんだけど、あいつ全く聞き耳持たなくてさ、家にもろくに帰ってないみたいだし心配だよ。あいつのことを説得してもらえないかな。ちゃんと家帰って学校くらい来いって。お前いいやつだな。よし、俺がバッチリ話をつけてやる。泥船に乗った気で任せてろ。ちょっと小太郎、その友達ってもしかしなくてもデジヘッドになりかけてんじゃないの？多分な。お前はどう思う？やっぱそうとしか思えねえよな。ぶっ飛ばして正気にするしかねえな。そのぶっ飛ばし万能炉なんなんよ。おい、とりあえずその友達に会わせろよ。俺らのやり方で説得してやるぜ。ありがとう。連絡がついたら知らせるよ。スライムから連絡が来たぞ。友人を捕まえたらしいぜ。これから説得に行くけど、お前らも一緒に来るか？もちろん行くってば。気持ちびっちょに任せといたらこじれそうだし。どうも。こいつが話してた友達です。お、お前が噂のて、ユート、ユートか？はあ、お前誰だよ。いや待てよ、お前もしかして小太郎か？なんでそんな急に。なんだこれ、周りの景色がおかしくなったぞ。あちゃー、気がついちゃったみたいね。小太郎の顔を見たのがそんなにショックだったんかな。どうなってんだ、ちくしょう。お前なんかしやがったな、くそ。おい待てって。なんであいつまでメビウスに嫌がるんだ。さあ、あんなやつ知らないぜ。一体誰なんだろうな。そんなわけあるか、思いっきり名前読んでたじゃん。知らねえっつってんだろ。はい、この話はやめ、もうおしまい。依頼人も逃げちまったしよ。
でかい口叩いたくせに投げ出すんか。あ、くそ、しょうがねえ、やるしかねえか。あの後、優斗の連絡先を聞いといたんだ。あんまり気が進まねえけど、呼び出してっから。今から会ってくるぜ。やっぱ知り合いだったんじゃん。私たちも一緒に行くってば。拒否権はないかね。勝手にしろ。この間はごまかされたけど、一体どういう知り合いなんよ。あいつ、俺のいとこなんだよ。俺、ちょっと訳あっておじさん家に住んでるんだ。メビウスで一緒に住んでたのは偽物だったけどさ。え、そうなん？よう。このおかしな世界が何なのか、お前が知ってるって言うから来たんだぞ。さっさと説明しろよ。ってわけだ。どうしてくれるんだよ。お前のせいで気づかなくてもいいことに気づいちゃったじゃないか。そう言われてもな。そもそも僕がここへ来たのはお前のせいなんだぞ。どういうことだよ。厄介者のくせにアストラルシンドロームなんかにかかるから、うちはもうめちゃくちゃなんだよ。パパとママは毎日喧嘩ばっかりだし、学校の担任は家庭訪問に来て虐待だって児童相談所に通報するし。虐待？俺の体どうなってんだ。入院した。少し痩せたからって大げさなんだよ。学校や近所の連中までひそひそしやがって。ママは買い物にも行けなくて困ってるんだぞ。せっかくこの世界では家族水入らずだったのに、お前なんか親と一緒に死んでればよかったんだ。いいって。
落ち着けよ。俺、親いねえんだ。俺が小学生の時、父さんも母さんも二人揃って事故で死んだんだ。おじさん家に引き取られはしたけど、まあ聞いた通りの扱いだ。なんで俺がここに来たのか分かっただろ。スマホとかゲームも持ってなかったから、学校帰りの電気屋の店先でミュウの歌を聞いた時にフラってなったんだと思う。この話はこれで終わりだ。他の奴らには言うんじゃねえぞ。スライムからまたゴシッパーにメッセージが届いてたんだ。すぐに助けに来てくれだってよ。緊急事態かな。二人とも行ってみようよ。前にもミュウの素晴らしさを分からせてやる。あのバカ、デジヘッドになってんじゃねえか。やめろユウト。コタロ、また僕の邪魔をしに来たのか。お前なんか消えしまえよ。おい、正気に戻ったか。クソ、なんで僕がコタローなんかに。このゴキブリ、サダナムシ。うん、よし、戻ってないな。もう一回ボコボコにしちゃって、オッケー。落ち着けって。こいつはこれで正気だよ。言うと、デジヘッドに見つかったらまた洗脳されちまうぞ。しばらくおとなしくしとくんだな。コタローのくせにうるさいんだよ。せっかくいい気持ちだったのに、お前の忠告なんて誰が聞くもんか。レスキューマンしてたってば。見直した。コタロー偉い。あいつもうどうなっても知らねえからな。ああ、お前か。
そわそわしてんの？またゴシッパーにメッセージでも届いた？ああもうそう言われると逆になんかさ、ちびっちょの言う通りだよ。昨日の夜またゴシッパーにメッセージが来てたんだ。今度はユウトからな。あいつからまたひどいこと言われたん？仲間だったデジヘッドに追われてる、助けてくれって。俺気づいてたけど無視したんだ。あいつ余計なことするなとか言ってたじゃん。好きでデジヘッドやってたんじゃないの？さあな、助けてくれってのは本気っぽかったけど。そっか、このまま放っておくの？うるせえな。もともとお前には関係ねえだろ。必要以上に入ってくんなよ、うぜえんだよ。助けたくねえんだよ。確かに嫌なやつだし、気持ちはわかるけど。お前なんかにわかるわけねえよ。助けたくないんだよあんなやつ。おじさんとおばさんが俺を引き取ったのだって父さんの保険金が目当てだったんだぞ。俺知らなくて、二人に認めてもらいたくて勉強も運動も必死に頑張ったけど、いつも褒められるのはユウトだけだった。飯だって俺の分だけいつも少ないし。だから俺中学2年なのにまだ身長152センチしかねえんだぞ。お前もバカにすんのかよ。ガキだって小さいって。違うって。驚いただけで。でもそうか、言われてみれば思い当たる節がなくは。知ってっか、レスキュー隊員って身長制限あるんだぜ。ユートだってそれを知ってて、毎日ちびちびバカにされて、邪険にされて、ぶっ飛ばしてやりたいって思うけど、怖くて立ち向かえなかった。なのにあいつが困ってたら助けなきゃいけねえのかよ。そんなの。
父さんだったら助ける相手がいいやつか悪いやつか好きか嫌いかなんて気にしねえに決まってる。助ける相手を選んでるようじゃレスキューマン失格だな。正直全部が納得いってるわけじゃないけど、俺優斗探してくるわ。小太郎、あんた気持ちビッチなんかじゃないよ。立派なレスキュー隊員になれるよ、きっと。そうだといいけどな。ユートの情報を集めてたら、あいつが連れ込まれた場所ってのが分かったんだ。俺、これから助けに行ってくる。レスキューマン1号、2号、出動！ガーガーガー！脳みそかき混ぜないで！苦しいのは最初だけだよ。じきに最高にハイになる。孫さんから預かった特製マインド本だ。ミュー親衛隊に生まれ変われ。てめえら、ユウトを離せ。帰宅部、痛えのは最初だけだ。すぐ正気に戻してやる。吐くしばれ。遅くなって悪かったな。じゃあ俺行くわ。なんで助けに来たんだ。僕のこと恨んでたんじゃないのかよ。そうだよ、恨んでたよ。許せなかったよ。でもレスキューマンは困ってるやつは絶対に見捨てねえんだ。この間はひどいこと言って悪かったよ。いや、今までずっとごめん。ユウト、お前本当に強いんだな。どんなに意地悪してもへこたれない、お前が憎らしかったんだ。僕なら絶対に耐えられない。なのに体は小さいくせにお前は。いいよ、もう全然気にしてねえし。危ねえからさっさと帰れよ。ほら小太郎、照れくさいの。ほんと素直じゃないんだから。でもよかったね。よう、今
ちょっといいか。今回の件でいろいろ考えてみたんだよ。俺さ、ずっと誰かを助けたいとか、ヒーローになりたいとか必死になってたじゃんか。誰かを助けることで自分は不幸じゃない、もっと不幸なやつがいるって思いたかっただけなのかもな。そんなことしたって別に俺自身が救われたりするわけじゃねえのにな。コタロウ、メビウスに来て強くてでかい体を手に入れても全然父さんに近づけた気がしなくてイライラしてたんだ。ずっと望んでた力を手に入れたのに、ただ虚しいだけだったよ。お前らと行動するようになってからは特に。体だけでかくなってもダメだったんだ。嘘ついて強そうな見た目になったけど、俺はずっと弱いまんまだった。でも優斗を助けるために走った時は少しだけ父さんに近づいた気がした。本当の人助けって何なのか、お前と死んだ父さんに教わった気がするよ。小太郎のお父さんって本当にすごい人だったんだね。ああ、俺の誇りだ。真のレスキューマンへの道は遠いけど、大人になったら絶対父さんみたいになるぜ。牛乳苦手だけど毎日飲むんだ。あ、それとよ、なんだ、お前に泣いていいって言われた時、兄ちゃんってのがいたらこんな感じなのかなってちょっと思ったよ。あ、待てよ、現実では姉ちゃんかもしれないのか。あ、まあいっか。改めてこれから頼りにしていいぜ、部長。